今回の動画では新宿歌舞伎町でお店の方と対戦していました。前半がメンバー2入りで、そのお店で一番強いと言われているミムさんと対戦しました。新宿って強いやつが集まる街なんですよ。早速本編の方お送りします。今回は一体どんな対局になったのか、動画の方をどうぞ。今回は新宿歌舞伎町にやってきました。麻雀の終着駅、そう言っても過言ではありません。これから行くのがダッシュという3人麻雀のお店です。この信号を渡ってすぐですね。こちらになります。3人麻雀ダッシュです。では今からこちらで戦っていきます。これからですね、ダッシュでお店の方2人と6時間やります。3時間ずつで2セット勝負します。前半の対戦相手がミムさんとせいやさんです。よろしくお願いします。ジャンプお伺いしてもいいですか。ミムさんから見てせいやさんってどんな打ちなんですか。まだ成長途中だとは思うんですけどまあでも、はい、伸びしろある感じの前の、はい、かなくなって割と攻撃的な感じで、テイさんから見てミムさんってどんなイメージですか。ミムさんのマージャンずっと見させていただいてたんですけど、はい、守備力高めで、はいはい、マージャン知識がすごい多い方なので、いつも参考にさせていただくぐらい強い方っていう印象です。お知識にメリハリがあるんですか。そうですね、メリハリがある。分析力ありますね前半3時間やるんですけど、ダッシュのルールすごく簡単におさらいします。サンマのありありでイーマン9万が抜けます。ドラがこちらやってますね。赤が2枚ずつと青が2枚ずつです。一発青、裏が1枚になります。通常の花絵が4枚入っております。では今からやっていきます。よろしくお願いします。お願いします。それではこれより対局の解説をお送りします。上茶がミムさんで、トイミンがセイヤさんです。当院局はなんちゃスタート、ドラはトンです。手配は一面ず完成していて4トイツあります。三元牌のチュンがトイツです。マンツと花を抜いていきます。チュンがアンコになっていいシャンテンになりました。シャンポンとカンチャンの受け入れでチートイツのいいシャンテンでもあります。ピンズでカンチャンの受け入れができました。三巡目に親が切った三ピンをポンして天牌に取ります。カンチーソー待ちです。イーペイコーの形で自分で1枚使っているカンチーソー、待ちは残り3枚。テンパイからパーソーをポンします。パーソーをポンしてウッパーソー待ち、待ちは残り5枚です。上がりエサ優先のパーソー狙いでトイトイには受けませんでした。5は全てドラになっています。せいやさんからリーチが入ります。リャンピンの暗冠をしていて新ドラがニャンゾーです。リーチ後に積もぎったドラのトーンを親のミムさんがポン、ダブトンになります。そして勝負した赤嘘で上がることができました。厄介ドラドラで4000の加点です。トン2局親番中、ドラはパーソー、花とマンズを抜いて八尾中杯から切って進めていきます。ペイを1泣きして役を確定させます。3人麻雀でペイが爆発になります。ウーピーを積もってメンツが完成。ピンズのカンチャンを払っていて、いいシャンテンです。三蔵が縦に重なって、ローピンを切りました。ミムさんに厄介の仕掛けが入っていますが、まだ序盤です。ローピンの方が包重率は高くなりますが、ローピンよりも外側に近い三ピンのポンテンに期待しました。すると、残した方の三ピンがアンコになって、カンチーソーのテンパイです。ミムさんが勝負したチーソーで上がることができました。厄介ドラ3で12000点の1枚の上がりです。トーン2局一本場、親番中でドラが吐く。手牌は総図で一面通完成しています。やや重たい形です。3巡目にピンズのメンツが完成しました。一通が狙えるリアンシャンテン、総図が連続形になって受け入れ優先でドラの吐くを切ります。総図が重なっていいシャンテンです。カンチャンとシャンポンの受け入れ、8巡目に転配しました。カンウーピンが埋まって待ち選択になります。一通のペン3ピンに受けるか、 E ピンとウーソーのシャンポンに受けるか。シャンポンの E ピンは八尾中杯で、ダマテンのままのペン3ピンの一通の満貫よりもリーチをかけて E ピン狙いの方が期待値が高いと判断しました。手牌にはドラが3枚で打点は十分です。上がり下優先でシャンポンで曲げます。この曲はミムさんから
追いかけが入って引き負けてしまいます。リーズモドラヨンで4戦8戦は5戦9戦の上がりです。トーン3曲、シャーチャでドラガトン。9万を2枚抜いて、ピンズの本一を見て進めていきます。マンズを抜くと配効率は良くなり、赤やドラを持ってくる可能性が高まります。手配は自配の統一が2つで、2面通完成しています。3巡目に、ソーズでカンチャ抜きができてイーシャンテン。本一に渡れるように3品を残します。そして自順に、両面ターツができて、ソーズの赤のカンチャを払っていきます。形は決まっていて、赤嘘から切っていきました。そして、ペイを一泣きして、テンパイに取ります。リャンウピン待ちの、ピンズの本一です。4000点の両面のテンパイ。すぐに、初をポンします。テンパイからテンパイの泣き。ヤクヤク本一で、2枚使いのイースーピン待ちに受けます。ミムさんが序盤にピンズの下を切っていて、イーピンが狙えそうな待ちです。テンパイして、ほどなくして、リーチ宣言牌の E ピンで上がることができました。ヤクヤク本一で8000の加点です。難入となります。5万点持ちのトップ目で、せいやさんが2万1000点、ミムさんが3万4000点です。なんちゃでドラバスーピン、ダブナンから泣いて、役を確定させて進めていきます。想像のメンツが完成して、花とマンズを抜きます。泣いた直後に抜くことはできません。2メンツ完成して、手配はくっつきのイーシャンテン。ソーズが連続形になりました。白のポンテンで、のべたに受けることができます。そして、数層積もってテンパイです。絶好のテンパイとなりました。序盤で、サブロー9層の3面ちゃんのテンパイ、ダブナンドラゴのハネマのテンパイです。勝ちました。この曲はもらったかと思えば、宝珠となりました。チーソー積もりすると、中袋入れのチーソー待ちにまさかの宝珠。単野をドラさんで、8000の失点です。難2曲、親番中でドラは9層。想像のメンツが完成しました。1枚切りの自敗から切っていきます。ドラを積もって、ダブナンを処理します。ピンズが重なりました。5ブロック揃って、ここでドラを切ります。想像の受け入れが増えて、まっすぐ進めていきます。数層積もって、メンツが完成してイーシャンテン。メンツセットチートイツのイーシャンテンです。手配ではイーペイコが完成しています。中盤にパーピンをポーンしてテンパイに取ります。イーピンは場に3枚切れています。受けが薄くなっていて、タンヤオドラさんの関数ピンのマンガンテンパイに取りました。リーチが入りますが、マンガンテンパイで押していき、積もることができました。タンヤオドラさんでマンガンの3枚オールの上がりです。難2曲、親番中、一本場、ドラは数ピンです。チュンを切ると、ミムさんにポンが入ります。ピンズでターツができて、手配はイーシャンテンです。リャンペイコーの狙える形。リャンカンとリャンメンの受け入れ。しかしこの曲はテンパイすることができず、序盤に仕掛けていたミムさんのつもがり。チューンドラゴで、4戦8戦は5戦9戦の上がりです。オーラスとなります。シャーチャでドラは9ピン。4万6000点持ちのトップ目です。花を抜いて進めていきます。手配には、統一が3つと、ペンカンちゃんの受けがあります。役配を一泣きして、役を確定させて進めていきます。残っている形は重たいですが、オーラスの僅差のトップ目です。親に三蔵の暗冠が入って、リーチが入ります。手配は一面ず完成して、イーシャンテンです。高い手を放銃すると、トップから三着に転落する局面です。リーチに対して、慎重に回っていきます。ノーチャンスの統一落とし。自分でポンしている初を持ってきました。現物を切ります。手配に完全安牌は初の1枚です。ミムさんがチューンを通して合わせ打ちをします。通ってない牌を掴んで手配に完全安牌は1枚。山が残り5牌のところで自牌をそのまま積も入りします。加冠をすれば親の牌手を消すことができますが、手配に完全安牌はなく、まだ親の積も番が残っている状況。そして、山が残り2枚のところで、親に通しているイースを持ってきました。これで加冠してイースを切れば、親の最後のツモを消して、流局させることができます。加冠をしようとすると、できませんでした。ダッシュでは、E マン9万が抜き配となっていて、ツモができない状況では加冠できず、ポンカスの発をそのままツモ切りします。すると、聖夜さんが、
最後のツモでパーピンを引きました。親のハネマンで9000オールの上がりです。オーラス一本馬となります。シャーチャでドラは急走、3万7000点持ちのトップ目で、聖夜さんが3万5000点、ミムさんが3万3000点です。花とマンズを抜いて進行していきます。4枚抜いてツモ山から補充していきます。ピンズでターツができて八王中杯を払います。ジャントができてイーシャンテンになりました。カンちゃんとニャンメンの受け入れです。想像が重なって縦の受け入れもできました。8巡目に親の聖夜さんからリーチが入ります。そして同順にミムさんからもリーチが入りました。オーラスの二軒リーチです。二軒リーチの一発目は現物をつもぎります。そして自順に追いつきました。3万7000点持ちのトップ目で、降りていればトップは絶対にありません。放銃すれば3着に落ちる状況。二軒リーチに対して無筋の三蔵勝負して追いかけます。リーチドラゴの換算ピン待ち、オーラス三軒リーチのめくり合いです。しばらく積もりが続いて手繰りをすることができました。裏が1枚乗ってリーズもドラ66001万は71001000の2枚オールの上がり。このゲームは3軒リーチで競り勝ってトップで終了です。前半の3時間の部ではミムさんを止められずリードを許してしまいました。特にすごかった1局を紹介します。難2局なんちゃでドラは9ピン、私が4万3000点持ちで、聖夜さんが8000点、ミムさんが5万4000点のトップ目です。手配は3と1あって、カンちゃんの受けは何箇所かあります。ソーズで2面のターツができました。手配は5ブロック揃っています。カンスーピンが埋まって1面通完成です。チュンが重なって二度受けになっている並び対立の想像をほぐしていきます。すぐにチュンをポンすることができて、役を確定させて完全イーシャンテンに受けます。マンズと花を抜いて想像のメンツが完成しました。リャンウソー待ちの役牌ドラドラで4000点の転配です。親のミムさんの手配はウーソーが浮いているチートイツのイーシャンテンです。ウーピンがアンコになってスーアンコのイーシャンテンになります。想像が安くイーソーと急須の毛が良さそうに見えます。そして花を抜くと転配しました。イーソーがアンコになってツモリスーアンコの転配です。急走が非常に良さそうに見えます。しかしここはつもり数アンコウの天牌に取らず、三アンコウの官労走待ちに受けて、私がつもぎった労走で出上がりとなりました。三アンコウドラ5で1万8000の3枚の上がりです。私がチーソーを手出しして天牌した後にパーピンとスーピンが通っています。残っている筋はリャンウソーと6キューピンの2つ。パーピンが3枚見えているので、リャンウソーが本戦になります。終盤に安易にウソーを打たず、役満を崩して上がり牌を止めて、ローソーでの出上がりとなりました。これが新宿を生き抜いている男のシビアな麻雀です。この放銃が決定打となり、このハンチャンはミミさんがトップとなりました。成績発表しております。今10回打ちました。では3位から発表していきます。聖夜さんが上から着順が145マイナス336ポイントです。そして、2位が私ですね。424でマイナス124。そして、トータル1位がミムさん541プラス460です。いやお見事でした。ありがとうございました。堀内さんの動画であんまり成績残ってなかったので、はい、勝ってよかったです。いや前回体調悪かったということもあって、本気を出したらこんなもんだぞということで参りました。後半また頑張りたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。後半戦で戦います。ご紹介しますね。熊子ママです。ニューハーフのバーを経営されていて、テレビの出演多数だそうです。麻雀は大学生の頃からやられてるそうです。熊駒はちょっと意気込みお伺いしてもよろしいですか。三村さんはこの店でもとっても一番強いんで、レベルは落ちます。なるだけ見劣りしないようにやります。麻雀ダッシュのいつもお世話になってます、涼子さんです。オーナーの涼子さんです。オーナーの涼子です。よろしくお願いします。今日はザトーホリッツさんということで、ご主人様にエビ天を1本貸してきました。頑張ります、はい、エンタメ勢です。はい、ではこの3人で今から3時間戦っていきます。よろしくお願いします。続いて後半の部をお送りします。トイミンがダッシュのオーナーの福岡さん、上茶が熊子さんです。
印象に残った曲をお送りします。薬杯があんこで二面ず完成しています。三巡目に両面多発ができて、ポンテに取れるイーシャンテン。ピンズでペンチャンの受けができました。E ピンをポンして、テンパイに取ります。6球ピン待ちです。花を1枚抜いていて、薬杯ドラさんの両面のテンパイです。現状が7万3000点持ちのトップ目で、ここで満貫を積もると、6000オールで、クモカさんを飛ばしてトップを取ることができます。テンパイしてしばらく積もりがついた後、福岡さんからリーチが入ります。両面の満貫テンパイでまっすぐ押していきます。そして3段目に熊子さんが追いつきました。追いかけオープンリーチです。急走と数ピンの4枚を晒して追いかけオープンリーチ、2件リーチになります。そして2巡後に熊子さんが急走を積も、なんと積もり数アンコウです。急走を力強く積もって、1万2000、2万の上がりとなりました。トーン1曲、なんちゃでドラが3増です。花とマンズを抜きます。山から2枚積もると、想像2枚持ってきました。自敗から切って進めていきます。ピンズでカンチャンの多発ができて、チャンタのイーシャンテン、カンチャンカンチャンの受け入れ。そして3巡目に、急走を積もって、本一に寄せます。本一、チャンタ、リャンペイコーのイーシャンテンです。7巡目にペンチースを積もってメンツが完成。リーチをかけます。リーチ本一、チャンタリャンペイコ、ドラさん。3倍マンが確定しているカンリャンゾーのテンパイです。最終形です。リーチをかけてしばらくして3段目に上がることができました。リーチ本一、チャンタリアンペイコドラサンウライチ13本折れて3倍番2万4000の加点です。6時間打ち上げましたので最後成績発表します。3位から熊子ママです。成績が334でマイナス76でした。役満は力強かったですね。そして2位が福岡さん172でマイナス56です。終始の楽しそうに麻雀を打ってるのがとても良かったです。負けても楽しいです。私の成績は604でプラス132でした。大変どうもありがとうございました。ありがとうございました。ダッシュでは E マン9万抜けてスピード感ある3万出るんで遊んでみてください。ではありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。